鳥谷隆が7日ゴブゴブに出演。引退後に出演して嫌だったテレビ番組を告白した。インタビュアーから前室の話題について質問されると、鳥谷氏は大食いと即答。共演の浜田雅俊が、大食い出たの、と目を丸くすると、大食いしました。なんか肉料理だったんですけど、もう夜中まで気持ち悪かったですと振り返った。挑戦したのは肉が中心の丼料理で3キロ弱ほどの肉があったが、食べられたのは2キロ程度。肉が時間が経つと膨れてくるんですよね。それ夕方やって、で、そこからどん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 膨れてきて、夜中気持ち悪くて吐きましたよ。自らと苦笑いを浮かべてもすごいなと思いましたね。食べてる人見てとため息を漏らした。浜田が自信あったの、と聞くと、鳥谷氏はなかったです。とりあえずなんかやってみよう、いろんなこと。辛いのもそうだし、大食いもそうだし、とりあえずやったことないものを。見てるだけじゃわかんないじゃないですか。で、やったらとんでもなかったです。あれと返答。浜田はまあでも一人でやってるから、今からある程度いろいろお仕事来るけど。しっかり選んでしないと偉い目合いますよと芸能界の先輩としてアドバイスを送っていた。